今からあなたは女神様なんです。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチのサンリンです。今日もありがとうございます。今日はまた40歳以上の女性視聴者の皆さん向けのお話になります。このチャンネルではこれから40歳以上の女性のことを女神の皆様と呼ばせていただきます。これはちゃんと理由がありまして、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、前回ですね、簡単に言いますと40歳以上の女性の多くは実はセルフイメージを自分で下げてしまっているだけで、本当はスピリチュアリティもセクシャリティもどんどん成熟していくんですよっていう話とか、それくらいの年齢にならないと出てこない魅力とか価値というものがあって、40歳を超えてからこそ本物の女性として愛されていくんですよという話をさせていただきました。そしたらですね、かなりの反響をいただきまして、年齢を理由に勝手にセルフイメージを自分で下げていたんだってことに気づきましたとか、私もっと輝いていいんですねとか、もっと幸せな恋愛やパートナーシップを求めてもいいんですねっていう声をたくさんいただきました。それで僕は反響があってよかったなっていう気持ちもあったんですけれども、一方でこんなにも多くの方が年齢を理由に自己卑下したり、本当はもっと望んでもいいのに遠慮したり我慢しているんだなっていう事実に対して、何か自分もできたらなって考えるようになりました。それでまずは、もちろんこれは20代でも30代の方でももちろんそうなんですけれども、特にちょっとでも自分の年齢について引き目を感じてしまっている女性の皆さんには、あなたは本来女神様ヴィーナスなんですよっていうことを自覚していただくために、これからは女性視聴者の皆さんのことを女神様と呼ばせていただきます。そして女神様を応援する企画を女神様企画とこれから呼んでいきます。僕のことをどっか街で見かけたら、このチャンネルの視聴者ですっていう意味で、私女神ですって声かけてください。そして普段から私は女神様なんだって自分自身にちゃんと言い聞かせるようにしてください。いいですか？今からあなたは女神様なんです。はい、ということで今日はこのチャンネルに集まってくださっている女神様たちを応援するシリーズとして、今日は怖いほどモテる40歳以上の女性の共通点についてお話をしていきます。前回の女神様企画でお伝えしたことで、女性としてこれから輝けることは分かりました。でも具体的にどうすればこれから女性としてもっともっと魅力的に思われるんでしょうかとか、あとは何に気をつければいいか、簡単なチェック項目があれば嬉しいですっていうお声もいただきました。ということで、そのリクエストにお答えして、僕が今までコーチングとか、あと人生全般を通して感じたことや、あとリサーチする中で気づいたスピリチュアルな観点から見た仕事でも恋愛でもモテモテの女神様の共通点を7つご紹介したいと思います。毎日この7つがちゃんとできているかどうかさっとチェックしていただければ女神様の基本ができていきますので、毎日できたかセルフチェックしてみてください。はい、それでは女神様の条件1つ目ですけれども、1つ目は明るい笑顔です。はい、もうこれは当たり前すぎて、もうここで動画をスキップしようと思った人もいると思うんですけれども、ちょっと待ってください。ちょっとね、待っていただきたいんですね。笑顔になってくださいと言ってもいろんな笑顔があるじゃないですか。どうせ笑顔になるんだったら魅力的で運気を呼び込むような笑顔でいたいですよね。中にはどうやったら最高に魅力的な笑顔になれるのかいまいちわからないと感じている女神の皆さんも少なくないと思いますので、運気が急上昇する笑顔の作り方をちょっと紹介したいと思います。僕が好きなのは割り箸トレーニングです。割り箸をこういうふうに横に加えて30秒しっかりと噛みます。こんな感じで、でそれから割り箸を加えたまま10秒今度は口角をしっかり上げてキープします。こんな感じですね。でこれを1日1回でも2回でもすることで、口角が左右対称に上がるとびきりの運気を呼び込む笑顔が自然とできるようになるんですね。スピリチュアルや自己啓発に触れられている皆さんであれば聞いたことがあると思うんですけれども、口角を上げた笑顔は運気を上げてくれます。それで常に笑顔で生活するっていうのは理想かもしれませんが、実際には難しいところがありますよね。ということで、どういう時に笑顔を出すと有効なのかっていうと、それは人と目が合った時なんですね。そう、誰かと目が合った時にこの女神スマイルをするんです。男女ともに目が合った時の女神スマイルはかなり有効です。ということで、割り箸トレーニングで女神スマイルの習得をしていただいて、あとは人と目が合った時にその必殺技女神スマイルを使う、これをやってみていただきたいなと思います。
はい、そして2つ目ですね、怖いほどモテる女神様の共通点2つ目は自分を整える習慣を持っているっていうことです。これはマインドと体を整えているっていう意味なんですけれども、たくさん僕コーチングしてきた中で見えてきたことなんですが、もうこんな年だしとか年齢を理由にして自分をメンテナンスすることを諦めている方結構多くいらっしゃるように感じます。でも思い出していただきたいんですけれども、日々の生活、衣食住の整えがマインドと精神面の安定と幸せ、そしてその人の在り方につながります。やっぱり人間の生活の基本、衣食住ってすごく大切なんですね。おしゃれをしたり華やかなメイクをしたりボディラインを引き締めたり見た目に気を使って整えている女性は本当に素敵に見えます。年齢を重ねていくと魅力的ではなくなるっていうのはそれは本当じゃなくって、年齢を重ねていくことでメンテナンスがおろそかになってもともと持っている輝きを活かせなくなるっていうのが多くのケースに当てはまると僕は思っています。やっぱり自分に手をかけて大切に扱うことっていうのはすっごく大切なんですよね。年齢を重ねた女性こそこの年齢という固定観念に縛られず、メンタル、マインド、そして体や見た目も内側と外側両方から自分を整える、この意識が常にある方はやっぱり女神様ですね。はい、では3つ目、怖いほどモテる女神様の共通点3つ目は品格があるっていうことです。この品格っていうのはですね、めちゃくちゃ大切ですね。これは20代とか30代の方たちにはない魅力として、40歳以上の女神様がぜひ身につけたいことなんですけれども、品格の高い人っていうのは例えば言葉遣いとか立ち居振る舞いとか、あと大人のマナーを知っていて落ち着きのある行動を取れる人ですよね。で、ある程度こう年齢を重ねると美しい言葉遣いとか綺麗な食べ方とか、あとは姿勢の良さもですね、なかなか20代30代では出せないようなこの品格の高さっていうものを大切にされるとますます女神様という感じなんですね。はい、ということでこの品格というものが3つ目の女神様のポイントでした。はい、そして次ですね、怖いほどモテる40歳以上女神様の共通点4つ目は変化によく気づくっていうことです。これも本当に大人ならではの魅力なんですけれども、例えば髪型を変えたとか、いつもと服のテイストを変えたとか、あとはここの視聴者さんだからこそできることなんじゃないかなと思うんですけれども、精神面の変化について気づいてあげるっていうこともすごく魅力になるんですね。例えばあなたは以前と比べてこんな風に成長してますます素敵になったねというような褒め方、これはすごく嬉しいですよね。それで人の変化によく気づくっていうのは、実は自分の変化にもちゃんと気づいて内観をしっかりしているっていうことでもあります。つまりはですね、人の変化、自分の変化に気づく人っていうのは五感を使って他人の変化もそうなんですけれども、自分自身の変化もしっかり見られるこう繊細さというか感覚の鋭さがやっぱりあるんですよね。で、これってやっぱり年齢をある程度重ねないとこれも出てこない魅力で、五感っていうのは視覚と聴覚と味覚と嗅覚と触覚のことですけれども、五感のセンサーが鋭いっていうのはこの感じるっていうことに長けた女性ならではなんですね。五感が鋭いから他人のちょっとした変化にも気がつく。恋愛やパートナーシップにおいても小さな変化によく気づく女性は、男性からしたらこんな変化にも気づいてくれるんだとか、自分のことをちゃんと見てくれてるんだという安心感につながるんですね。ということで変化によく気づくっていうのがこの女神様の4つ目の条件です。はい、では怖いほどモテる40歳以上女神様の共通点、次の5つ目はたまに見せる弱さです。この感覚、このバランス感覚ってすごく大切で、これ結構ですね、ある程度年齢を重ねた女性は仕事でも家事でも、プライベートでも人生経験を重ねているわけなので、しっかりしてくるわけなんですね。なので男性からしても、頼もしいという感じを受けて、それは悪いことではないんですけれども、男性は本能として自分よりも弱い存在を守りたいというこの保護本能とか守護本能が備わっているので、可愛く甘えられたり弱さを見ると守ってあげなきゃって思っちゃうんですね。なのでどこかでその自分のちょっとした弱さを見せるとか甘えてみるとか、あとは弱音を吐きたいときは我慢せずに弱音を吐くっていうことですね。そういう風にすると男性の女性を守りたいという本能に火がついてしまいます。それでこの弱さを見せるっていうところなんですけれども、弱さを他人に見せることに抵抗を感じるような方もいらっしゃると思うんですよね。でもどっかに弱さがあるっていうことは別に悪いことじゃないし、人間として当たり前のことじゃないですか。ということは弱さを見せるっていうことは自分自身のかっこ悪いところとか弱いところも全て含めて受け入れるっていうことでもあります。
なので実はこの弱さを見せるっていうのもそんなに計算でできるようなことでもなくて、やっぱり深く自分のことを認めているからこそ弱さを見せるということができるわけです。はい、ということでこれが5つ目で、次が6つ目ですね。女神様の6つ目の条件ですけれども、6つ目は優秀なカウンセラーでいること。そう、優秀なカウンセラーでいることです。これどういうことかっていうと、相手の相談に乗ることができるっていうことなんですが、ただ自分のエゴを押し付けないってことも大切なんですね。これはコーチとかカウンセラーの技術になってくると思うんですけれども、相手が悩んでる時にアドバイスをするっていうよりかは、ただ話を否定せずに聞いて、ありのままを受け止めてあげて、無条件で応援する。これが人生経験が浅いと、相手のことを自分のエゴで変えようとしてしまったり、口出ししてしまうっていうことがよくあると思うんですけれども、ちゃんと人生経験を重ねた女神様は優秀なカウンセラーになれるんですね。これは男性からしたら本当に心強いことで、まさに女神様だからこそ発揮できる母性の魅力だと思います。はい、ということで次が最後7つ目のポイントですけれども、怖いほどモテる40歳以上の女神様の共通点7つ目は自分らしさで生きるということです。実際これよくコーチングの現場なんかでも感じることなんですけれども、自らの人生のミッションだったり、自分の魂が求めている理想みたいなものって、結構30代以降に本当の意味で気づかれる方が多いんですね。それで昨今は正直女性も男性も自分が本当にやりたいことがわからないとか、どう生きたいのかがわからないっていう方すごく多いです。そんな中、ちゃんと自分の今回の人生でやりたいことを分かっている迷いのない女性は、明らかになんか他の人と違うなって魅力的に映るんですよね。これ本当面白いんですけど、コーチングなんかをやっていて、この人すごくモテるなとか、すごく周りの人から愛されているんだなって感じる人ほど、しっかりと自分の生き方といったものを確立していて、女性らしい強さもあって、一緒にいるだけで勇気をもらえる、そういうタイプの人がすごく多いんですね。本当興味深いんですけど、20代でモテるタイプと40代以降モテるタイプって、ここが決定的に違っていて、40代以降になるとやっぱり健全な女性らしい真の強さがある人、あとは人生に迷いのない人が多くの男性から求められる傾向があります。はい、ということで今日は40歳以上のモテモテ女神様の共通点、これ条件と言ってもいいと思います、7つシェアさせていただきました。これ気づいた方いらっしゃるかどうかわからないですけど、実はどれもが別にモテるためにやるようなことでもなくて、自分の幸せを追求している人がこの7つの条件に当てはまっていくんだと僕は感じています。今後も女神様企画をどんどんやっていきたいと思います。風の時代は女性性の時代とも言われていますよね。女性の幸せがこの地球の次元上昇にもつながりますので、これからもこのチャンネルに集まってくださっている女神様を応援する気持ちでチャンネル運営していきたいと思います。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャルリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。